はは、い、こんにちはかけみろです。えー、っと、季節限定なんですけれども、えー、すいません今日はカルピスソーダ国産白桃の動画ご一緒にご覧いただきたいと思いますはいそういたしましてら、まず原材料名の方からですねご一緒にご覧いただきたいと思いますえー、っとこちらですね加藤ぶどう糖液と桃果汁だし粉乳乳酸菌飲料酸味料香料安定剤あとはビタミン C 甘味料ですねあ最後にカロチン色素 とということです次にカロリーの方はえっ、ー、と 100ml あたり 26kcal ロロということであとはこちら国産白桃あ白桃ですねすいません <laughs> 白桃のお説明記載ございますはいこちらが中身になるんですが 先日レビューいたしました、あの、カルピスさんの炭酸なしバージョンの白桃ドリンクですよねえ。フルーツカルピスの中身と色合いがよく似ております。それでは、お味の方チェックしてみたいと思います。おうまい美味しいんですけど、そうですね。風味がすごい美味しそうな、あの、白桃の風味がしてくるんですが、あのー、 口当たりはですね、炭酸ちょっと強くて、微炭酸なんですけど、あのー、炭酸の刺激の方が強すぎて、白桃茶は白桃ですよね。のテイストがちょっと消されてるっていう感じでしょうか。えっと、美味しいんですけど、炭酸なしの方が、そうですね、桃好き <laughs> といたしましては、あの、そっちの方が美味しいと思います。えー、まずくはないんですけど、夏場なんかは、 いいんじゃないでしょうか。それでは味の方。あそれではじゃとボケ取るな。<laughs> えっと、もう一回チェックしてみます。うん、まあちょっと炭酸緩い方がいいと思うんですけど、でも、すごい、えー、炭酸で、口の中がさっぱりして癒されます。いい感じですね。えー、季節限定ということで、えー、セブンイレブンさんの方でゲットしまいました。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。